ヴィッセル神戸の皆さん、25周年おめでとうございます。田中秀雄です。僕は、大卒で2005年から2017年までの12年間、ヴィッセル神戸でプレーしました。三浦和さんや三浦篤さん、そして常さんや国さん、吉人でルーカス、いろんなさまざまな、仲間と、プレーすることができ、そしてたくさんのサポーター、ファンの皆さんと、いろんな経験をができたことは僕にとってすごく大きな財産です。神戸の街も震災から25年ということで、震災から復興した、神戸の力強さも感じますし、実際に神戸に住んで神戸の人の、温かさや、街の住みやすさなど、とてもとても、神戸のことが、大好きです。今、FC ティアモ枚方というチーム、社会人のチームでプレーしていますが、ぜひ神戸の試合がないときは、僕の試合もぜひ見に来てください。ファン、サポーターの皆さん、また会える日を楽しみにしています。チャオ。